はい、こんにちは、山中です。今回はですね、この目、そうですね、特に疲れ目のことなんですけども、そのためのこう疲れたなっていう感じた時のためにやっていただきたいことはですね、まずですね、目の上のとこですね、この骨を皆さんこの眉毛の下、目と眉毛の下にこう感じると思うんですけども、この骨の部分をですね、ぐっと上の方、天井の方にこうぐーっと押さえます。でこの時なるべくまっすぐこう上になるように押さえてください。でこれをだいたい10秒ぐらいした後にですね、今度はですね、人差し指で、結構ですので、人差し指でこう左右とこう眉毛ですね、眉毛をこうちょっと押しながら、強く押しながらこう外側にこう擦ってください。これを3回ぐらいこう右3回左3回とこうなるようにこう右左と交互にやってください。でそれをやった後にですね、こう最後にこうギューッと目をつむってパッと力を抜いてください。はい、こうすることによってですね、この目の周りのこの筋肉ですね、この筋肉が、整い、パッとこう開いた時には、やる前よりもこう目がすっきりした感じになります。こうやってみると分かるんですけども、これで皆さんもこう目が疲れたなっていう時に、解消してはいかがでしょうか。それではお大事にしてください。